私の町では絶景に神様がいるのが当たり前、その町は新城市。三河地方の東部にあり、広さは県内で2番目。織田信長が武田軍を打ち破った長篠の戦いもこの地で行われました。あー、山だね。え、これ対向車来たらさ、やだな。どうやら神様はかなり山奥にいるらしい。看板ありますね。こんな山奥にもかかわらず観光客も。あ、これすごい。わあ、めっちゃ綺麗ですね。その絶景がご覧ください。新城市四ツ谷地区にある美しき棚田、通称四ツ谷の千枚田。420枚の田んぼが連なり、日本の棚田100選にも選ばれています。四季を通じ美しく変化するその姿は古き良き日本の原風景。年間2万人もの人が訪れる人気の観光地です。ここにいる神様とは。この辺に千枚田の神様がいるって聞いたんですけど。あの人。あの人です。小山さん。小山さん、うん、何でもできるし、何でも知っとるし、何でもやってくれるし、神様。千枚田の神様です。まあ、ちょっとあの人の上にはいけんけど。あ、そうなんですね。今こんな観光客すごい増えたのは小山さんのアピールのおかげでこんなに増えたと思うんですよ。神様が来る場所を教えてもらい待っていると、こんにちは。こんにちは。お名前は。自分、はい、あのね、小山俊二です。小山俊二さん、はい、小山俊二さん。念のため確認をさせてもらうと、例えば噂の神様ですか。いや、冗談じゃない。仏様にはなってないけどね。実はこの棚田、30年前までは荒れ果てていました。それを小山さんが先頭に立ち蘇らせたんです。今では観光客も多く訪れ、地元の人からすればまさに神様。このね、原風景を残すための生き字引。やっぱ休耕されてる田んぼとか、まあ、僕も当然作ってもらってます。下の方もあるもんですから、まあ、そこ小山さん作ってくれるっていうので助かりますけど。御年82歳。絶景を守るため今も棚田の見回りを欠かしません。神様が何やらキョロキョロ田んぼに悪さをするあるものを見回っていると、あそこに。どれですか。あ、あれか。毎朝湖に来るのはこれが犯人なんだよ。もう水張った時に起きたらもう頭いっちゃう。突然ですがここで問題。絶景の神様が頭に来るという田んぼを荒らす悪いやつってなんだ。正解は、ここに小さい沢だね。これが犯人なんだよ。へー。答えはサワガニ。
けど、うん、なぜ頭に来るのでしょうか。この下っていうの全部石を引き詰めたような棚田なんだよね、はいはいはい、こういう石をね、はい、その中にわずかにある土を沢ガニが来てね、下から穴開けたらこの大事な土まで流されちゃう。開いた穴自体穴はこうやって毎日来てこうやってね何月生えてきてね、はい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 、そう、沢ガニは棚田の天敵なんです。冬眠や巣作りのため石垣を埋める土などに穴を掘り、そこから土が崩れ水が抜けてしまうんだとか。ちなみに捕まえたサワガニは素揚げにして食べるのが当たり前。続いて第2問。サワガニとは逆に神様が田んぼの味方と呼ぶ生き物もいます。ヒントはこの卵、わかりますか。正解はこの卵をよく見ていてください。答えはおたまじゃくし。モリアオガエルのおたまじゃくしはこの上を泳ぐことによってね、助走効果があるわけ。草の実が生えようとしてもコロ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 人から来るから根付かないね、はいはいはい、だからあんまり草が生えない、そういう効果がある。だからオタマジャクシは棚田の味方なんです。実は小山さん、愛知県の水産試験場で魚の研究員をしていました。その知識を生かし日本固有種のモリアオガエルの生育環境を整え繁殖に成功。生態系まで整える神業で今ではどこの田んぼでもゲコゲコと。そんな神様の秘密基地がこの左のとこは何ですか。これね、自分の農具車なのね、田んぼを作るために、まあ、機械をしまっておく。これがね、田植え機、稲を植えるのね、はい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 、二畳植えって言って、二畝ずついってんの。へえ。これ脱穀機ね、ここ稲を入れて、稲から実をほぐす。千枚田復興のために買い足していった農業機械は合計9台、総額370万円、すべて自腹です。ここの千枚田でお金のことなんか機械のことで考えてないよ。ここに愛がないとできないです。できない。夢の中でもね、寝ながらいろいろ考えてるよ。へー。次の段取りをね。実りの秋を迎え、千枚田では新米の収穫シーズン。小山さんも稲刈りに取り掛かります。そして稲を刈り終えると何やら気になる行動を。これは何なんですか。これはね、はずかけ買った稲をね、はい、天日干しするのね。普通はね、機械で、まあ、乾燥しますわね、はい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 、ここで問題。なぜ稲を逆さに吊るすのか、はさがけをする訳をお答えください。正解は夜霧とか朝露、そういうものがね、稲にこういうふうにね、まあ、干してあうと伝わってきて、はい、この稲の藁の中にあるその、まあ、栄養分ね、稲粉の中に入ってそのでんぷん質がうまみを出すということらしいんだよね。一仕事を終え、お昼時にご自宅にお邪魔させてもらいました。はい、はい、じゃあちょっとお邪魔します。待って、奥様はちょうどお出かけ中、お昼ご飯を用意してくれていました。今日のおかずは
先があるね。美味しそうですね。これにね、朝の残りの味噌汁かな。いつも大体こういう感じのメニューで食べてらっしゃいますか？もう簡単簡単。やっぱり手前味噌じゃないけど美味しいね、うん、今日は豪華だけどね、いつもこの梅干しなんだ。へえ。これがたやセレンでね。梅干しお好きなんですか？好きって、このご飯に一番合うの。ああ、こうやってちぎるじゃん。これでこの峰朝日のね、はいはい、ご飯へこうやって食べるのね、うんうんうん、もうこれ以上美味しいものはないな。千枚田のお米には梅干しが一番合うのが当たり前。甘みをより引き立ててくれるのだとか。ちょっとワンちゃんが見守ってますね。うん、これね、ちょっとご飯今制約しとる。なんかくれる。狙ってるんですね、うん、こうして神様はまた絶景を見回りに行くのでした。